和歌山の方で瞬間風速が42メートル記録したということで、本当台風並みの強風だったんですが、どなたも被害はなかったんですかね。大丈夫ですかね。電車が止まって帰れなくなったってこと、いないですか。この中にいないですね、私だけですね。白いやつは白木蓮言うけどな、あれはただの木蓮。白い木蓮と小節とちょっと二の手つかないような感じ。小節は小さいのかな。斉藤整骨院ってそこにあるけど、そこみたいなもん。父さん入るとこに西岡、西岡みたいなもん。西岡はちょっと違う流れやけどな。あれはあそこの川と同じ系統やな。じゃあ西岡はなんていうの、西岡整骨院っていうの、うん、前のガラスな、あの海洋にあんな丸とかな、うん、罰で表してるところなんてもうみんな、川のもそうやしな、うん、みんな一緒やと思う。大手やな。あ、そう。そう。あれは関係ないんじゃないな、あの。あの、あれは関係ないんじゃない。もうだから、まだ手の具だけかもわからんけどな。そういうのは流れがあるらしいわ。
白峰やな。だいたい神社系統は金曜日で呼ぶのが普通やね。お寺は本読みというのが、